はい、ズキです。今回は世界初 AMD ライゼンを搭載したポータブルゲーミングデバイス Ayaneo 2021 Pro をチェックしていきたいと思います。 Steam でリリースされているほとんどの AAA タイトルをポータブルで遊ぶことができるとのことですが、どうでしょうか。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なデジモノガジェットをほぼ自腹で購入しご紹介レビューしています。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画説明欄にはよくいただくご質問の Q&A のほか、ご覧いただいている動画のチャプターも記載していますので、お時間がない方は気になるところだけでもチェックしていただければ幸いです。それでは実機を見ていきたいと思いますが、今回は自腹購入ではなく Ayaneo 日本正規代理店の株式会社ハイビームさんに実機をお貸し出しいただいております。もちろん技適も取得している日本正規品で、国内では2021年11月27日に発売されています。実機をお貸し出しいただいたハイビームさんでは実店舗も展開していて、今回ご紹介するAyaneoのほか、このチャンネルでは結構メジャーな GPD やワンネットブックなどのウルトラモバイル PC 全般を取り扱いされていますので、実機を触り比べてみたいという方は一度訪問してみてはいかがでしょうか。詳細については動画説明欄の公式ホームページをチェックしてみてください。Ayaneoのバリエーションについて見てみると、下位モデルの Ayaneo 2021と上位モデルの Ayaneo 2021 Pro に分かれていて、それぞれの端末価格は2021のストレージ 512GB モデル、最小構成モデルが税込109,780円、ストレージ容量の大きい 1TB モデルは税込122,980円で、カラーバリエーションはそれぞれライトムーンとダークスターの2色展開になっています。2021 Pro はストレージは 1TB 一択で、カラーバリエーションが1色追加されています。それが今回お貸し出しいただいたレトロパワーで、古のゲームボーイチックなデザインになっています。価格は税込147,400円ですが、Amazon では現在7,370円オフクーポンを発行中です。ぜひ動画説明欄リンクよりご確認ください。 RAM の容量は共通して 16GB なので、2021と2021 Pro の差はそのままプロセッサーの差ということになります。と価格をチェックしたところで実況を見ていきましょう。非常にレトロな感じがしますが、パッケージは至ってシンプルです。 AMD Ryzen 7の記載とシールが貼られています。ではかーい、ふー、来ました。簡単な商品説明が書かれていて、その内蓋を開けると、はい、来ました。これが、はい、シートになってますね。ボタン類について記載があります。そしてこちらが本体です。一旦置いといて、箱の下にははい、Ayaneoと記載がありますが、クイックスタートガイドと安全に関する事項、さらに下にはUSB パワーデリバリー対応の AC アダプターと USB Type-C to Type-C ケーブル、そしてこちらは変換アダプターですね。同梱物は以上の通りです。それでは本体を見ていきます。はい、なかなかずっしりときます。 Nintendo Switch Lite が手元にあるので比較してみると、一回りとは言いませんが、やはりかなり大きいです。ボタン類をチェックしていくと、まず底面に USB Type-C ポート、上部にも2つ用意されています。そしてイヤホンジャック、ボリュームキーに電源ボタン、ここはストラップホールみたいですね。コントローラーは右側が YBAX ボタン、そしてジョイスティックに KB ボタン、エスケープボタン、 Windows ホームボタン、タスクマネージャーボタンになっています。左側上部がジョイスティックに方向キー、メニューボタンにビューボタン、ホームボタン、 Xbox ボタンとも記載されています。そしてこちらは補助ボタンのようです。右側上部に RB、RT、 左側は LB、LT です。背面にボタン類はありません。ではあれキュイズィーヌ、はい、初期設定していきたいと思います。はい、来ました。ストレージは初期状態で 941GB 中 916GB 使用可能となっています。バージョン情報を確認すると、はい、デバイスの仕様はこのようになっています。追加でクレードルも送っていただきましたので開けていきたいと思います。よっ、はい、色味も合ってますね。スーパーパワードッキングステーション、ポート類を見ていくと、左からタイプ C、 そしてタイプ A が2つ、パワーデリバリー、 HDMI 端子があって LAN ポートとなっています。ここをパカッと開けば USB タイプ C ポート、今充電してるところに挿せば、はい、ちゃんと充電してるのも分かりますね。もう少し角度がつけられたらいいかなという気もしますが、これで会員ディスクトップや
ノート PC のように使うこともできると思います。例えば Bluetooth マウスを接続すれば普通の PC のように、はい、操作することができます。 Chrome の起動も早いですね。 Edge ではプリインストールされているアヤスペースを起動してみると、はい、こちらで細かいゲームに関する設定ができるようです。その他エピックゲームランチャーと Steam がプリインストールされていました。シネベンチリリース23を継続してみると、はい、 CPU スコア、マルチコアスコアは6847になっています。このランキングで言うと8番手です。続いてシングルコアスコアを計測してみると、はい、シングルコアスコアは1211、ランキングで言うと4位につけています。 MP については5.65 の8位です。続いてスペック的にあまり意味のないテストかもしれませんが、スピーカー音質チェックを含めてドラゴンクエスト10ベンチマークソフトでスコアを計測してみたいと思います。グラフィックは最高品質、解像度は 1280×720 ドット、表示方法はウィンドウでスタートします。はい、結果が出ました。スコアは 12,622 の評価としてはすごく快適となっています。クリスタルディスクマークでストレージのスピードテストをしてみると、はい、結果が出ました。リードライトともかなりいいスコア、読み書きが早いと感じます。続いて実際にゲームをプレイしてみたいと思います。まずはおなじみバイオハザード RE3 から。オプションでグラフィックを確認すると、インターレースを通常にしてもまだメモリに余裕があります。イメージクオリティを 110% にしても余裕があります。 200% でやってみたいと思います。ディスプレイ周波数は 60Hz から移動しません。その他テクスチャ品質を上げてしまうと一気にメモリ不足になるので、これはデフォルトのまま、その他もデフォルトのままでプレイしてみたいと思います。続いて同じバイオハザードのビレッジをやってみたいと思います。まずは設定を見ていきましょう。グラフィックはフルスクリーンにするとちょうどいい感じになりました。解像度、周波数、このあたりはデフォルトのままやってみたいと思います。Ugh.
およそ1時間プレイしてみましたが、やはりバッテリーをかなり食う印象です。はい、ということで AMD Ryzen 搭載のアヤネオ2021 Pro がどんな PC なのかチェックしました。 Ryzen 搭載ということもあり、また14万円オーバーという価格からもわかる通り、これまでのハンドヘルド PC の中では一番ゲームがプレイしやすかったと感じます。そして2月9日からはアヤネオ NEXT という新端末の予約もスタートするそうなので、ぜひ一度ハイビームさんのホームページをチェックしてみてください。コンシューマーゲーム機では飽き足らないゲーミング PC をモバイルして持ち歩きたいという方におすすめです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。